ように細いけど日本とフランスの美容基準の違いというシリーズを2つのビデオに分かれて説明したいと思います。今日のビデオなんですけれども、お互いの国では何が綺麗なと思われているのかを説明したいと思います。そして来週のビデオなんですけれども、日本ではモデルの活動ってどんな感じを説明したいと思います。だからこのビデオを見逃さないようにぜひ登録してください。はい、それでは早速始めましょう。カリブ海から来た男だ。あいよ、皆さん、ジュアンカンです。このチャンネルでインタビュー、原稿をしていること、そしてブログもやってますので、ぜひ興味がある方登録してください。けれども、まずは今日のゲストを紹介させていただきます。皆さん、はじめまして、鈴野千佳です。今22歳で大学4年生です。大学では臨床工学っていう勉強をしながらフリーランスでモデル活動をしています。今日はよろしくお願いします。見た目の大事さは8割ですね。日本人でほとんど顔しか見てないじゃないかっていうくらい、もうはじめましてであったら顔ばっかり見ますね。服の着方も、服の着方とかも顔の次にいろいろ見るだけで、やっぱり顔が可愛ければ許される。ああ、なるほどね。フランスではまあ見た目は5割かもしれません。日本人の角度から思われているのが、フランス人はおしゃれです。ああ、そうですね。おしゃれなイメージ。そう。で、確かにパリスに行ったらとか、まあシャンゼリゼに行ったら、あそこはみんな結構おしゃれな服を着てますね。けれども、パリジェンヌっていうくらいですからね。そう。でも生活の中でみんなはいつもこうじゃないです。そう。化粧しない子もいるし、まあパジャマで出ている人もいるし、だからまあいろんなやり方がありますので、まあ自分のままで出かけたらとか、自分のままでスーパーに行ったら、それはいいだと思われていますので、だからまあそんなに大事じゃないんです。ありのままでが一番。そう。で、ジョアンはまあカリブ海にあるフランス領から来ましたが、その領はまあみんなフランス人なんですけれども、アメリカの考え方があります。ということで、みんなはいい車があったら見せたい、いい服があったら見せたいですけれども、フランスではみんなそんなに気にしないんです。だから本当に生活意外かもしれない。そう。楽です。確かに楽かも。そうだね。日本人結構ちょっとお買い物行くだけとか、ちょっと出かけるだけでも、もう絶対おしゃれにしないとって思う人結構。スーパーに行くぐらい。スーパーに行くくらいでも、なんかちょっとやっぱりそのパジャマでとか、お化粧しないでとか、髪もバサバサでって、そのまま行く人は少ないかもしれない。すごい忙しいお母さんとかはまた別かもしれないけど日本人はやっぱり目がすごい大事で、なんか日本人とかアジアの人たちも多いかもしれないんですけど、目がこう細かったり小さかったり、あとまぶたが二重じゃない。ジョンめっちゃ綺麗な二重だけど、これですか？その線がない人が結構多い。アジアの人って二重をこう作る、自分でこの線を作るっていう商品がすっごい多くて、だから目がこう大きくて二重の線が綺麗になったら可愛いって思う人が多いのかなとは。他はお化粧しなくても、この目だけちょっとやれば、ちょっと。今はほとんどマスクだし、なんかちょっと可愛く見えるそうっていうので、最近本当に目が可愛い特徴かな。なんかその幼い感じの顔立ちが人気で、すごく顔が小さくて目がこう丸くて大きくてっていう、可愛らしい小さい子みたいなっていう顔がすごい日本人って可愛いって思われやすい。で、それは顔ですけれども、体的に何がまあ綺麗なと思われてますか？適度に細いけど細いはある。でもいいです。スでは、まあ、日本でもあると思うんですけど、ミス・フランスという大会があって、フランスの中でそれぞれの町が代表者1人を選んで、そして大会でパレードに行って、そして一番綺麗な女の人を決めます。ミスコンだ、ミスコン。で、大体にやるタイプは体が細い、そして背が高い。あとは髪が長いとか顔が可愛くて綺麗だから、まあフランス人の男の人はそういうタイプがどうかわからないんですけれども、まあ確実のがそういうタイプは憧れています。そういうイメージあるかもしれない。そうですね。で、あとはまあアメリカ、最近アメリカの影響でみんなはまあ少し太ってる子も好きですから、一般的にフランス人はどんなタイプが好きかまあ言うのが難しいですけれども、難しいですね、これは。けどまあ個人的に多分そういう好みが違っています。人それぞれ、確かに。性格って言うと難しいけど、なんかでも笑顔が多い子、いつも笑顔が多くて誰に対しても優しくてニコ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 できるっていう、自然とこう可愛らしく見えてくるじゃないですか、そういう人って。あとは性格っていうのかな、ちょっと家庭的な人、料理ができる人とか家事ができる人とか、やっぱり日本人、まあすごい古い考え方だけど、男の人は働いて女の人は家事をやってっていうのが、今はだいぶそういう考え方も減ってきてるけど、それでもやっぱり女の人が家事できたらすごい、いいなって、この人と結婚したいなとか。フランスの場合は自由さが大事ですね。だから自分の意見を言えるぐらいとか、やりたいことをやれる子が憧れていますという、だから強い性格がの子が憧れています。で、男の人が性格が優しい子に興味があるって言ったら、自分の性格が弱いだからそういう子が欲しいかなと思う人もいる。家の掃除とか料理をするのが、まあ、もちろんいいですけれども、最近それをやらない子が増えて、でその代わりに男子がやってあげます。男性がこう家事どんどんできるように。それすごいいい。いいですね。だからまあ女の人がもっと自主的になって、どんどん社会進出っていうか、どんどん女の人も働くというふうにだんだん最近はなってるのかもしれないです。可愛いの子がまあ憧れてますが、もし可愛いだけみんな多分がっかりします。中に性格とかやり方派遣できることがあるかなっていうふうに思われてます。確かにいいところどんどん発展して、それで見た目も5割で内面も5割でっていうので、そういう意味ですごいめっちゃいい。そういう内容が好きだったら、ぜひ来週のビデオも見てください。日本のモデルの活動について話したいと思いますので、それもすごく面白いなと思いますので、ぜひぜひ見てください。あ、ビエント